ステファノ・オカカ・チュカはイタリア出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。イスタンブール・バシャクシセヒル FK 所属。両親はナイジェリア人。父も元サッカー選手。8歳上の兄と双子の妹はバレーボール選手のステファニア・オカカ。両親はエース・ローマの寮で働いている。2004年からエース・ローマのユースチームに所属し、2005年にトップチーム昇格した。 9月29日、UEFA ヨーロッパリーグのアリステッサロニキ戦でプロデビューを果たした。イタリアのクラブチームでの国際試合で最年少デビューとなった。2005年12月8日、国パイタリアの SSC、ナポリ戦でプロ初ゴールを記録した。2006年9月17日、a c c n 戦でリーグ戦初ゴールを記録した。2007年からモデナ FC へ。 レンタル移籍し、2009年には、ブレシア・カルチョへとレンタル移籍した。2009から10シーズンの UEFA ヨーロッパリーグ、クスカ・ソフィア戦では、貴重な先制点を挙げている。2010年1月31日のシエナ戦では、後半終了直前に、左サイドからのクロスを回転しながら、直接ヒールでゴールに流し込む決勝点を挙げた。直後に、 フラム FC へのレンタル移籍のため、イギリスへ向かうことが決まっていたため、岡川ユニフォームを脱いで喜びを爆発させ、ホームのサポーターに別れを告げた。2010年2月1日にフラムへレンタル移籍し、2日後のポーツマス戦でプレミアリーグデビュー。2月14日の FA カップ5回戦のノッツ、カウンティ戦では移籍後初得点を挙げた。4月4日のウィガン戦で、 プレミアリーグ初得点を記録。2011年にエースバーリにレンタル移籍した。2012年8月にパルマ FC に完全移籍し、すぐにセリエ B のスペツヤカルチョへレンタル移籍。2015年7月28日、ベルギーの RSC アンデルレヒトへ300万ユーロで完全移籍。2015から16シーズンには、 キャリアハイとなる15得点を記録した。2016年7月29日、ワトフォード FC へ5年契約で完全移籍を果たした。2019年1月8日、ウディネーゼカルチョへシーズン終了までのレンタル移籍。二2021年9月8日、トルコのイスタンブールバシャクシセヒル FK に2年契約で加入。U-20、U-21 イタリア代表においては、 それぞれに得点を挙げている。2014年11月18日のアルバニアとの親善試合でイタリア代表デビューを果たし、おかかの放ったヘディングシュートが相手のオンゴールを誘い決勝点を演出した。ありがとうございます。